はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。はい、あの、アメリカ大統領選挙についてなんですけれども、え、とんでもない状況になってきました。とんでもない。この今日ね、ニュースを2本読ませてください。2本。 あの話をしたいのは2個です。で、2個ともえげつないです。2個ともえげつない。まず1個目ね、まずざっくり先に言いますね。まず1個目は、あのトランプ大統領が今回ね、このアメリカ大統領選挙において不正がやばいじゃないですか。で、もう,もう不正の証拠が山ほど出てきているこの状況やっぱ異常事態であると。これは明らかにクーデターであると。クーデターであるということを認めて、非常事態宣言をなんとね、あとね、10日以内に出す可能性が出てきました。はい。非常事態宣言を10日以内に出します。非常事態宣言が出ると、あらゆるところがね、軍によって投下 されていきますはい。で、もう軍によって、もう怪しい人間がどん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 引っ取られ,られていくと。あ、捕まえられていくと。逮捕されていくというふうな状況になります。はい。それがなんとね、10日以内にやってくる可能性が出てきたっていうのが1点。で、2点目、もっとえげつないです。もっとえげつない。NATO が動く。2点目、NATO が動き始める可能性が出てきました。はい。ざっくり、これも先に言ってくと NATO っていうのは、アメリカとかカナダを含め、アメリカ、カナダ、あとヨーロッパの国々な、を含めた30区画による、え北大西洋を、何とか機構でしたね。うん。でこの NATO がですね、NATO の仕組みっていうのは簡単に言うと、その NATO に加盟している30カ国のうち1つの国がどっか別の国から攻撃をされた場合、残りの29カ国が集団となってそのね、攻撃をしてきた1カ国に襲いかかるという、はい、防衛のためにね、そういう協定なんですよ。うん。で、今、アメリカって攻撃されてませんどっからそれは後で言おうか。 はい。はい。これでね、あの、NATO がま、簡単に、ま、NATO がまとまって中国共産党に襲いかかる。その状況がリアルに、リアルに、これ、えっ、ー、とね、ストーリー立てて説明してくれてるニュースを見つけて、ちっ皆さん納得したんで、これ読みます。読みます。今ね、リンウッドさんとかね、パウエルさんはね、この NATO を動かすためにロジックを積み重ねていっている可能性があります。すごい記事です。これ日本ともすごいと思います。というわけで、1、えー、本目やっていきますね。1本目ね。えー、まずね、トランプ大統領が非常措置、非常措置を取るという話について、でね、あの、 これどういう状況かっていうと、あの、か、おそらくね、戒厳令か、もしくはこの大統領令が発動されて、非常事態宣言をトランプ大統領が行う可能性があります。このアメリカ大統領選挙の、選挙で行われている不正が、もう異常な数行われているから。そして、外国勢力がもう明らかに入ってきている。これがもう明確になってきてますから。昨日熊さんの動画でも言いましたけれども、あの、中国共産党がね、あの、自分たちの息のかかった UBS 証券でしたっけ証券会社に約ね、400億円以上のお金を投入してるんです。 ま、そこの、証券会社の親会社だけどね。 証券ドミニオンね、ドミニオンの親会社に400億円以上のお金をもう投入してるんです。こんなのね完全に、あの、中国共産党が今回のね、選挙をね、牛耳ろうとした証拠なんですよ。うん、ドミニオンを牛耳ることができれば、はい、ドミニオンの投票システムっていうのは今回のアメリカ大統領選挙にたくさん導入されています。はい、このド,ドミニオンを牛耳るということは、ドミニオンのね、投票機会を使っている州の選挙結果を自由にコントロールができると。で、実際にアクセスした証拠も見つかってきてますよね。うん、という状況になって、もうしっちゃかめっちゃかなんですよ。今回のアメリカ大統領選挙に 完全にこれククーーーーデデタタななんんでですすよよ外国勢力の力のを借りただからもうどんなことが起こってるか、もういっぱいあるでしょ。昨日も動画にしましたけれども、はい、ジョージア州の集計所の監視カメラが、はい、スーツケースから大量の拡張が出てきたと。これこれ、ガナさんのね、動画なんだけどガナさんのね、あの、ツイッターなんだけど、見て、見て、見て、これ、これ高速で動いてるでしょ。はい、これ、これ、これ,これ,これ,これもう全部不正。これ全部、みんながね、一生懸命ね、えー、全員が不正やってるんですよ。で、なんだね、これ一番動いてる、これ、めっちゃ動いてる。動き早つけ早すぎて終えねえな、おい。あの、じゅ、これ、今、あの、ね、 ベージュ、ベージュのね、あの、服を着てるね、金髪の女の人が今、このファーと走って、ファーと走ってるでしょもうすぐ映るもうすぐ映るもうすぐ映るよ。うん。この人、この、この娘さん、この娘さんのですね、えっ、ー、とね、個人情報をもろばれになって、おそらく今、この女の子、世界で一番有名な人間になってます。ああ、うるうるうる。今、今一周すりましたね。はい。今、打ち寄ったの、ベージュの女の子ね。このベージュの女の子のね、身元が、あ、これ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 、これ,これめっちゃ動いてるこの子、一番動いてるこの子、はい。この子の身元が割れました。はい。誰なんでしょうか誰なんでしょうかなんとですね、え、このジョージア州のですね、え選挙管理責任者 娘でございました。はい、選挙管理責任者の娘が不正にがっつり関わっているということでですね。この子のね、名前、まあ、くまさんの名前。方ではちょっと名前言うのやめようかなと思いな、ルビ、ルビルビー、フリーマン。この女の子の名前がですね。今、ネットに、ね、暴露されてまして、今、おそらく世界中で一番有名な女の子になってしまいました。はい、というわけで、この四人、この四人ががっつり、がっつりですね。不正に関わっている動画が出ちゃいましたよね。出ちゃいましたよね。他でもすごいんですよ。ミシガン州でも、選挙、今回の選挙では、やっぱり。 が行われている私は見たんだということで、先生教授証を出して、嘘がつけない公聴会でね、発言をしてくれている、この告発者、選挙不正の告発者についてですね、脅迫がとんでもないことになっています。 脅迫がとんでもない状況になってます。なんと民主党の議員から、はいトラ、バイデン人員のね、民主党の議員からも直接脅迫をされたという情報がガンガン上がってきてます。もうめちゃくちゃです。はい、まだあるよ、まだよ。これ重たいよ、これ重たいよ。ジョージア州、共和党で今回選挙に出ている、あの、えー、候補、あの、候補のね、スタッフが自故死してます。 はい。トランプ陣営、まあ、トランプ陣営というか、まあ、トランプ陣営か一応な、共和党、ジョージア州の共和党のえレフリーさんだっけあレフラーさんだ。レフラー、レフラー候補のスタッフさんが、なぜか自己主をしています。で、しかもその自己主をされた男性の方っていうのは、なんと、ケンプ州知事の娘さんの恋人でした。ケンプ州知事の娘さんの恋人ですか。で、この記事でははっきりと書いてないんですけれども、これ、中国共産党に脅かされてませんかと。 お前らが中国共産党に、ね、中国、我々の言うことを聞かないのであればこうなるぞという見せしめで、もしかして今回の事故は起きた可能性があると。 だからこれ、ある意味ね、この、え、ジョージア州のね、ケンプ州知事であるとか、ラフェンスベルガ、パーカー、え、州務長官とかね。この辺は、なぜそこまでして、中国共産党に肩入れするんだと。まあ、お金をもらってる証拠もあるみたいですね。なんでだ、なんでだっていうのをずっと、リンウッさんも言ってましたけれど、おそらく身内を、こういう形で、自己、身内が自己死してるんです。簡単に言うと。 脅されてる可能性がある。そんな記事まで中国共産党が脅してるんじゃないかっていう、そんな記事まで上がってきてるような状況です。はい。で、ね、これはね、素晴らしい情報ですよ。あの、ミシガンのね、裁判官、ミシガン州の裁判官が、ドミニオンの選挙機会の検査を命じました。証拠隠滅を禁じるための命令です。で、これね、もうドミニオンのね、機会に、ね、もう触るなと、はっきりとした命令が出たんですよ。これで、ドミニオンの中にあるプログラムがどんなものなのか、ソースがどんなものなのか、全部調べることができます。全部調べることができる。このドミニオンの集計機関にいて、そ 外部からどんなアクセスがあったのか、全部調べることができる可能性が高くなってきました。これで一体、その外国勢力っていうのはどこなのかっていうね、明確な証拠が上がってくる。あ、たぶね、上がってきます、ここから。 上がってきますよ。多分あの、ミシガンからこれ、多分、ね、明確な証拠がおそらく上がってくると思います。これでまだね、出たばっかりの記事でね、小、この、細かいところはないんですけれども、あの、実際に、ね、ドミニオンによるね、あの、投票の急増っていうのはね、もう、怒ってるね。6000票ね、あの、このドミニオンのマシンが、トランプからバイデンに6000票という、トランプの票をね、バイデンに6000票を移し替えたっていうのがもう、はっきりしている場所なんですよ。で、そこのドミニオンの投票機を差し押さえたんです。 もうこれ以上に触るなと。もう徹底的に調べてやるという状況になってます。はい。こういうね、もうこれはいいニュースなんだけど、こんな感じで、もうね、選挙の枠を超えて、脅迫であるとか、とか脅しであるとか、そもそも不正の明確な、明確な監視カメラの動画が出てきてあるだ、あれであるとか、もうめちゃくちゃな状況になってるんです。だから、リンウッドさんは怒ってるんです。もうリンウッドさんもう爆切れしますからね。うん。ツイッター皆さん見てください。日本語訳してください。すごいことになってるから。うん。で、これ、この記事に関しては、あの、昨日もちょっと言ったかな、ジョージア州で特別会議を開 お前らは中国共産党の金で腐敗したって言ってるんです、これ、ここ重要なところですね、これ2番目のニュースにつながりますから、これね、やっぱお前,お前らは中国共産党の金に屈したんだと、あのね、リンウトさんみたいな弁護士さんがね、何の証拠もなく中国共産党とかね、外国の勢力を批判するようなことなんか絶対言わないから。 でも、リンウッドさんってさ、もう、何回も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 中国共産党だって言ってるでしょ実はこのコロナの問題、このコロナ自体も、アメリカを郵便投票する、してもしょうがないよねっていう状況に追い込むために、アメリカは、アメリカをね、そういう状況に追い込むために、中国共産党がコロナをばらまいたんだった。はっきり言ってるんですよ、リンウッドさんが。で、リンウッドさんみたいな弁護士さんっていうのは、何の証拠もなく確証もなく、こんなこと、言わないから。 もうね、明確な証拠をこの人は間違いなく掴んでるんですよ。掴んでるの。それがね、多分ね、これから出てくるんだけれども。で、あとね、不倫将軍。不倫将軍もはっきり言いました。これ1個目に関心してくるんですけれども、不倫将軍はトランプ氏に改憲令を発令して、軍が再選を監督しろと呼びかけてます。もう軍を中に投入して、もうもしも,もう一回ね、再集計するんであれば、もう軍がその票を数えるよと。で、怪しい票は全部。 弾くよと。もう軍が出ていかないと、この状況は改善しないってはっきり言ってるんです。っていうような状況の中だから、トランプさんがじゃあ今後10日以内にどんな措置を取るのか。 はい。あの、アメリカ大統領が正式でえ、え、正式声明で不正選挙に言及した意味は大きい。この間ね、12月の2日ですからねえ、トランプさんがはっきりと今回の選挙では不正が行われまくっているとはっきりと言いました。で、このまま不正によってアメリカを外国勢力、主に中国共産党に乗っ取られるわけにはいかないと強い決意をした以上、最終的に何らかの非常手段を取ることが普通に考えられるんですよ。普通に考え、熊さんもこの間言ったけれども、これね、多分ね、戒厳令とか出るよと。戒厳令を出すために、一体今がアメリカどんな状況になっているのかっていうのをトランプさんが直接 説明をしてくれたと。それがこの間の、ね、声明だったんだ。12月2日の声明だったんだって言いました。実際その通りになりそうです。でね、一番可能性が高いのは。 一番可能性が高いのは、トランプ大統領はね、今回の選挙に備えて、2年前、2018年の9月に、大統領令に署名しています。これは、あの、彼が、彼が私たちの選挙プロセスへの外国の干渉を予測し、大統領命令で、次の指段を発行したことは、内側の余地もないと。もうね、今回の選挙を予測してたんですよ、トランプさん。こういう不正だらけのとんでもない状況になると。で、そこで発令するために2年前に大統領令に署名したんです。はい。で、一体どういうものに署名したんでしょうか。はい。大統領、で、トランプ大統領はこの署名、えー、それを発令するだけ。で、 連れされると、この大統領令が発動されると何が起こるのか。え、非常事態か緊急事態宣言を行ったのと全く同じ状況下になり、軍が管轄する場合もあります。はい、リンウッド弁護士はパウレ弁護士はこの選挙は単なる不正ではなくて、クーデターだと述べています。しかし今のところ、これだけの不正のあがあるにも関わらず、FBI も CIA も全然動かないじゃないですか。なんなら CIA 超過なんて逮捕されたっんていう、えー、情報まで出てきてますよね。裁判所さえ、不正がなかったことにします。裁判所でさえ、なかなかちゃんとした判断を下してくれないんですよ。 ミシガン州は今回ね、きっちりとした判断を下してくれましたよ。しかし、ミシガン州以外の裁判所は、ちゃんとした判断を下してますかどんどん却下してますよね。こういう状況が起こってるんです。はい、ドミニオンを中国共産党が買収していたと、リウッド弁護士がツイートしたように、もはや国家テロレベルのであるという認識なんです。だから大統領令が発動されると、このね、不正に関係した個人の財産は凍結されて、プロパガンダ活動や虚偽情報を流したメディアも制裁対象。これメディアが制裁対象になるとですね、おそらくね、ほとんどのアメリカのメディアがですね、え、全滅 ししてまますまず一番可能性が高いのは、この大統領令が発動されて、えー、国家非常事態宣言が発動されて、軍が動くということが一つありますね、で、2番目に高いのがこの戒厳令ですね、この戒厳令を発動するんだというふうに、リ・ウンドさんとかフリン将軍さんははっきり言ってます。はい 私たちの国は内戦に向かっています。サードパーティーの悪役。つまり中国共産党が彼らの利益のために作成した戦争の、戦争のためではないと。中国共産党は我々の自由を奪うための悪質な努力を主導している。トランプ大統領、戒厳令を宣言する必要があるんですというふうにリンウッドさんは言っています。こんな感じで、えっ、ー、と、戒厳令をね、発動して、もうあの、今、アメリカの国内は戦時中であると。戒厳令を戦そうすると、もう、軍がほぼ全てをね、握るんですよ。 戦時中として、戦時中として見なきゃいけないからね。っていうような状況で、になります。だからね、この戒厳令を発動する可能性がある。あの、リンウッドさんなんかは、え、これをね、強く言っています。はい。というような状況でね、この、これがね、東海内に起こるという話なんです。東海内。どこだっけどこだっけ あ、はい。この非常措置を取る時期なんですけども、三つ考えられる。一つ目は、12月8日の選挙人が確定する前、つまり、あと3日以内に。これ、一つ目である。あと3日以内に起こります。で、二つ目は、12月8日に選挙人が確定し、バイデンが過半数を占めた時。はい。これも3日以内ですね。で、三つ目は、12月14日え、選挙人が投票して、バイデンが格闘してしまった時、確定した時。うん。という形でですね、これ、この、もう、要するに今日がね、12月の5日ですから、10日以内に、何らかの形で、戒厳令に近いもの、国家非常事態宣言が、 アメリカで、ね、起こる可能性がありますありりまますす、はい、っていうのが一つのニュースなんですよ、ね。これすごいでしょこれこれすごいでしょあと10日もアメリカから目が離せなくなりますよね。うん、っていうのと、さっきのリンウットさんのツイートをね、これ見てください。彼らは中国共産党の金で風配者って言ってます。で、今回に関しては、もうリンウットさんもパウエルさんもはっきり言ってます。もう彼らみたいなね、あの、大物の弁護士が、外国の名前をね、何度も何度もはっきり言っていうことは、中国共産党が介入してきているっていうね、明確な証拠があるんです。 明確な証拠があるんです。中国共産党はアメリカを攻撃したんです。間違いなく。となると中国共産党に対して一体アメリカはどう動くのか。ここが問題だよね。これがすごいの。これがこれなの。 あのね、簡単に言う、先に言っておくとさっきも言った通り、NATO が動く。アメリカは単独で動くんではなくて、アメリカは NATO にね、加盟しています。NATO というのは、加盟国が攻撃をされたら、残りの国々が一斉にその加盟国を攻撃した国に襲いかかります。今回、中国共産党はコロナウイルスっていうですね、生物兵器、生物兵器を用いてアメリカを攻撃しました。これを明確にアメリカが証明するとですね、NATO が一斉に中国共産党に襲いかかるんです。 さすがにね、NATO 全カマ、あの、NATO って、だからイギリスとかね、あの、ヨーロッパの大国も入ってますからね。これらの国が中国共産税に襲いかかった場合、さすがにね、ひとたまりもないと思います。はい。どういうストーリーでそういう状況になるんでしょうかいきますね。まずね、スイングステイトの選挙調査がガチにって書いてますけど、あの,、ね、あの激戦州激、ミシガンとか、ウィスコンシン州とか、ジョージア州とか、はい。こういう激戦州が、今の,の調査がガチになってきてます。はい。今回さっきも言ったけど、アリゾナ州の立法機関の議長が、えー、マリ マリポカ、マリコパ軍の選挙ソフトウェア、ドミニオンと危機に対する監査を求めました。で、ジョージア州の、あの、ケンプ知事も昨日言いましたよね。州の投票表紙の署名の監査を命じました。様々なことから、泥沼に足を突っ込んでた、はい、ケンプさんとかね、ラフェンスパーカーさんとかね、まさに泥沼に足を突っ込んでた、中国共産党側についてた人たちだよね。で、この人たちが、保身に転じてます。 あ、もうダメだもうダメだこれはもうトランプさんにこれ以上逆らったら、もう国家反逆罪でえらいことになっちまうということで、だんだんね、星に転じてますいや。私はトランプさんの味方ですよということでですね、え、寝返り、中国共産党から寝返ってるんです。寝返りかけて、寝返った場合、とんでもない証拠がいっぱい出てくるんですよ。はい。で、リウントさんもこう言ってます。リウント弁護士が明確に中国共産党は新型コロナという生物兵器を使い、アメリカを襲撃したんです。 もう戦争状況なんです。あ、彼はまだ、中共が我々の国々を襲撃し、アメリカ大統領選挙を自分たちのものにしようとした。そろそろアメリカは自由主義と独裁主義のどっちかを選ぶべきだ、時だと述べた。我々はトランプ大統領のために戦っている。決して、習近平と彼の傀儡人形、バイデンのためではないと。はい。で、このツイートは重要な軍事情報に基づいており、ツイートされた後、ツイッター社はこのアカウントを凍結しておらず、ツイッターにタグ付けもしていない。これは明確な証拠がある上での情報なんです。 敵は習近平。海儡人形のバイデンなどどうでもいい。そんな話なんです。そしてこっからですよ、こっからですよ。一触即発。NATO の連合軍は力を合わせて中国共産党を滅ぼそうとしている。これすごいよね。NATO っていうのは、NATO の加盟国が一つでも攻撃を受けた場合、その他の全ての加盟国が自動的に参戦する。正式な宣戦布告なんか必要ないんです。宣戦布告なしで、 戦争状態になるんです。で、各国がコミットした資源は、その国の議会の投票や、国連の承認を必要とした、そう、国連の承認も必要はないんです。事前に取り込められた条件が自動的に実施されるんです。はい。だから性別経備や核兵器、戦は最高レベルの攻撃であるため、連合軍が反撃する際には、敵の軍事施設を完全に破壊しなければならない。いざ、この NATO のね、この加盟国が中国共産党を攻撃し始めると、中国共産党が管理している軍事施設っていうのは、完全に破壊され 完全に破壊されるまで攻撃はやみませんはいでリンウッド弁護士のツイートから判断すると NATO 軍はすでに NATO 軍だよ NATO 連合軍はすでに新型コロナは生物兵器であることを認識している可能性が高いため NATO 連合軍が中国共産党に対して攻撃するのはすでに一触即発の状態であるもうあ日にでも NATO 連合軍が中国共産党に襲いかけてもおかしくないんですよそういう状況だって分かっているから最近ね中国国内で戦争の準備をするんだと急いで戦争の準備をするんだって習近平がもうもうおっきな声で言ってる 中国共産党がもう大きな声で中国国民に全部号令かけてるじゃないですか、かけてますよね、それは NATO がいつ中国共産党に襲いかかってくるかわからないからなんですよ。だってもうね、NATO もそうだし、アメリカもこのコロナっていうのは、中国共産党が作り出した生物兵器だなんてはっきり言ってますからね。 これがね、ほんと正式に正中国共産党が作り出した生物兵器ですっていうことを認められた場合、これは中国共産党がアメリカに戦争を仕掛けた、生物化兵器を使って戦争を仕掛けたということになっちゃいますから、となると NATO が動くんです。しかもね、NATO だけじゃないんですよ。NATO だけじゃない。ここからが面白いよ。はい。ロシアが中国共産党を見限って、NATO 連合軍に加わります。 そう。でも今回完全にこういう状況になってしまったら、中共にさ、勝ち目ないじゃん。うん、だからね、このための連合軍による大規模行動の展開において、ロシアは意外にも積極的に協力し、重要な情報も提供していた。ロシアの予期せぬ裏切りに、プラス、そのね、ロシアがね、裏切って NATO 側につくっていうのに、プラス、アジアでは当然、日本、インド、オーストラリア、はい、これね、あと、ニュージーランドなどの国々は、えー、中共を滅ぼすための連合軍となるだろうぜそれはそ,そうだよ。日本が中国共産党につくわけないじゃん。はい。自衛隊は NATO

だから、すでに中共に新型コロナの発信源を徹底的に調査するように通告していたんですけれども、中国共産党は未だにそれを無視してます。アメリカはすでに非公式なルートを通じて中国に駐留している。13万人のアメリカ人と、えー、中国を旅行している。50万人のアメリカ人に一刻も早く避難するように通告しており、これは間もなく暴風雨がやってることを暴風雨。つまり、nato 軍が nato 軍がやってくることを意味します。はい、あ、これも何週間も前でしょうね。熊さん、もっと動画にしたかな。あの。アメリカは今中国の中にいる。アメリカ人に対して。早く 引き上げるんだ。一刻も早く引き上げるんだっていうあの連絡を取っています。取ってます。なんでそんな一刻も早く引き上げなきゃいけないのか。うん、簡単ですよ。アメリカ軍がやってくるからですよ。 なと、なと軍が、なと連合軍がやってくるからですよ。はい。そして、連合こんな、この記事の面白いところはね、中国共産党がね、滅びることを全体に、滅びた後どうするのっていう話で、まて、えー、で、こう、放置してくれてます。はい、いきますね。連合軍はどうやって、えー、ほ、えっ、ー、と、め、滅っ強するのか、め滅きっ,ってすごいね、中国共産党を滅ぼすのか。え、中国共産党内部から誰も立ち上がらない状況において、連合軍が取る方法は一つしかない。え、斬首作戦を行いつつ、中国共産党を支持する3700人の標的を一斉に徹底的に 壊滅させ、中共の、えー、体系全体を瞬時に瞬時に機能不荷にした上、連合軍が中国共産党に侵攻する。それでしか軍閥の。 乱立と人道災害を回避することができない。要するにね、あの、NATO 軍はアメリカ軍も含んだ、おそらくね、日本の自衛隊も含んだ、この連合軍は、まあ、標的を明確にして、もう中国、中国人はもう守るんだよ。中国人もそれは守んなきゃね。大事な国民だからね。中国人は守るんだけれども、中国共産党の中で、えー、ね、の真ん中にいるね、3700人の人間のリストアップは多分終わってるんでしょう。この3700人の人間に向かってですね、NATO 軍は一斉に襲いかかるんです。 襲いかかるんです。で、彼らを壊滅させるんです。彼らを壊滅させしまえば、中国っていうのは中国共産党のこのね、圧政下から解き放たれるんです。はいで。そして、新中国連邦はどうやって中国を救うのか。連合軍の手がと届かない広大な、中国広いからね、広大な大地で、再び独裁者が現れないようにするためには、二つしかしな、二つしかないと。うん。まず一つ、情報の流れの確保。GTV やえ露徳者のえ情報を隅々にまで届け出せ。民衆が方向性を失い、え、盗賊に脅迫される誘拐、 盗賊に脅迫や誘拐されることとを防ぐとこれはちょっとね、この記事を書いてねこ、この露得者って言うんでいいんだから、この記事を書いている、松本さんの、えーですね、願望が現れてる、願望が現れてる、このどさくさに紛れて、何を書くんだという感じなんだけどで、食料供給の確保、人道災害を回避する、そうだね、うん、確かにあの今、もう中国共産党が中国っていうのは、ほんのりがっり牛耳ってますから、この中国共産党が滅んでしまうと、中国っていう国をね、 え、運営する、管理するっていうのがすんごい難しくなる。すんごい難しくなるんだけれど、とりあえず食料の確保っていうのと、あの、今中国はどういう状況になっているのかっていうのを中国全土に知れ渡らせるために、メディアをちゃんと握ろうねと。メディアを中国のメディアをちゃんと握ろうねっていうお話ですね。うん。という感じでね、これ NATO 軍が、NATO 軍が、 ね、あの、中国共産党を攻めるというのも、割と現実的にはなってきてます。アメリカは NATO に加盟しています。そして NATO というのは加盟国のどこか一つ、一つでも、他国から攻撃をされた場合、攻撃をされた場合、この,この残りのね、29カ国が連合軍となって、その攻撃をしたきた国に対して攻め入ります。っていうのが、もうね、決まってるんですよ。あの、国連に許可を取る必要もないんです。 な、NATO っていうのはね。うん。で、というのがもう決まってるんですよ。そのね、NATO に加盟している国に中国共産党は、性別兵器であるコロナというものをばらまいてしまったんですよ。だから NATO はおそらく立ち上がるだろうっていうような記事なんですよ。で、これね、可能性、クマさん、あると思います。あると思います。うん。だって、明らかにさ、 中国共産党が今回のバイタル選挙に手を加えてきているのは、もうお金の流れから見てもそうだし、ドミニオンから解析された情報を見てもそうだし、もう間違いがないじゃないですか。となると中国共産党に対してアメリカは何らかの形で制裁を加えなきゃいけないんですよ。ここまで大掛かりなね、あのー、クーデターを起こしておいて、単なるさ、経済制裁とかで済むでしょうかクマさん、済まないと思います。で、アメリカ単独で攻撃するっていうのもなかなか考えにくいので、となると NATO が動くんです。NATO が動けば、ね、カナダも動くし、あの、ヨーロッパのね、主要国も全部動 しかもそこにおそらくね、状況を見て、ロシアが今中国共産党の味方をするわけないよね。勝ち馬に乗るんであれば、NATO 側にロシアもつくんです。そして、あの、ダイヤモンド構想でね、えー、ね、もうね、ダイヤモンド構想の中に入っているインドであるとか、日本であるとか、オーストラリアも当然 NATO 側につくんです。というわけで、全世界中国包囲網、これで整いますね。 整いましたね。うん。っていうようなね、動きがね、今後予測されるなという記事がありましたので、ちょっと今回大急ぎで動画を作成させていただきました。はい。こんな感じでね、このね、アメリカ大統領選挙の枠をもう超えてきてますけれども、アメリカ大統領選挙を枠を超えて、一体アメリカと中国共産党が今後どんな形で、どんな形で争っていくのかという情報をね、またニュースをね、えー、見つけましたら、どん,どんどんどん動画にしていきたいなと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで熊さんの動画は終わりたいと思います。さあ、中国共産党、追い詰められてきましたね。えー 今、習近平さんが、ね、国内で、ね、戦争の準備をするんだって今、大声で言ってるみたいですけれども、いやー、NATO が動いたらもう無理なんじゃないのということで、えー、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイイ